こんにちは、メディバリー大学病院です。今回の動画では日光を浴びるメリットを5つお伝えします。視力低下を防ぐ。太陽光に含まれるバイオレットライトが近視の進行を抑制することを世界で初めて発見したの。そもそも日光は波長によって長い方から赤外線、可視光線、紫外線に対別されるの。バイオレットライトは太陽光の中で波長が360から400ナノメートルの短い波長の光を言うの。ビタミン D を作る。紫外線を浴びることで体内でビタミン D が生成されるからというのも大きいわ。ビタミン D には食べ物からのカルシウム吸収を促し、血液中のカルシウム濃度を一定の濃度に保つ働きがあって、骨格を健康に維持するのに役立つの。骨粗鬆症という骨の密度がスカスカになって骨折しやすくなる病気を防ぐためにもビタミン D が必須なの。ちなみに最近の研究では、ビタミン D には肝臓がん、肺がん、乳がん、前立腺がんなど様々ながんに対する予防効果があることも分かってきたの。脳内ホルモンの分泌が増す。日光浴をすると脳内でセロトニンという神経伝達物質を分泌するセロトニン神経が活性化するわ。このセロトニンはストレスに対処したり、メンタル面の不調を防いだりするのに役立つわ。あとセロトニン神経は適度な運動によっても活性化されるの。日光を浴びながらウォーキングやサイクリングをするのがおすすめよ。できれば朝にね。朝の光には体内時計を24時間に調整する作用があるの。起床直後にカーテンを開けて自然の光を屋内に取り込むことが重要なの。また日中に光を浴びることによって催眠作用を持つホルモンであるメラトニンの分泌量が夜間に増えることが明らかになっているの。一部の皮膚疾患には有効。長時間の紫外線を浴びると皮膚がんのリスクもあるけど、日焼けの後は皮膚の角質が硬くなることで防御機能が強化されて、これがアトピーには好都合だって言われているの。暑くなった分水分の透過率が小さくなって保湿機能が保たれるからと推測されるわ。新陳代謝に有効。私たちのエネルギー代謝には太陽の光が欠かせないという研究結果が最近報告されたわ。科学学術誌セルレポーツで発表された研究では、人を含む哺乳類の脂肪細胞によるエネルギー代謝に必須な2つの要素が判明したの。その要素とはオプシンと呼ばれる光受容体と特定の波長を持つ太陽の光なの。この知見からは現代病のメタボリックシンドロームなども日光浴不足が要因の一つである可能性が浮上しているの。1日にどのくらい日に当たればいいの？